こんにちは。今回は森高千里、今度はマーベターよ、昭和女子大学人見記念講堂のライブに行ってきたので、その日の動画です。はい、まず朝の動画から、こちらちーちゃんと同じ T シャツを買ってしまいました。最近はちょっともうパジャマになってしまっています。はい、で家を出てすぐにライブ前の発声練習をしに行きました。17歳、私の夏やったね、17歳と、やったね、これより低い、高いよ、それなのに出ない。え、なんかいきなり矢に行くじゃないですか。そうですね、それが、あ、それがもう難題。はい、こんな感じで、まあ頑張るときは週に 1,2 ぐらいでレッスンに行って、まあ月に1回ぐらいになっちゃうときもあるんですけど、もっと低い音が出せないので、もっと練習頑張ります。で、ネイルショップに行って少しだけお買い物をしました。はい、で渋谷乗り換えだったので、渋谷でお昼ご飯を食べようと思います。で前の日からずっとチルトンタンのうどんが食べたかったので、もう絶対にここに行くって決めて、まあ、30分ぐらい並んで中に入って、うどんと私は絶対にお寿司を一緒に頼みます。もうすごく美味しかったです。あ、でもおじさんたちにあげるお菓子を買い忘れてしまったので、ここの渋谷で買いました。このお菓子を選んでる時に海外の人に話しかけられて、You are best one みたいな、なんかあなたの一番はどれって聞かれたんですけど、私そこにあるお菓子一つも食べたことなくて、え、どうしようと思って、さっき持ってたお菓子を持って This one って答えちゃいました。なのでちょっとさっきのお菓子が美味しかったか教えてほしいです。あ、もう三軒茶屋駅に着いて歩いてます、会場まで。もう到着しました。あ、こんにちは。はい、でなんかすれ違う人がなんかみんな奈々子ちゃんって声かけてくれて、まあ、正直私は名前とかちょっとまだ覚えられてない人がほとんどなんですけど、まあ、初めましてではないなと思って、こんにちはってとりあえず挨拶してます。こんにちは。よかったね、チケットゲットできて。よかったね、チケット取れて。組み込え、かわいい。ありがとうございます。ゆっこちゃんです。ゆっこちゃんのリトルプリンセスもらいました。ありがとうございます。かわいい。ありがとうございます。はい、で、ちーちゃんのモノマネをしているななちゃんさんと一緒に写真撮っていただきました。なこちゃん、これ結構アップになってるけど、そう、写真だけ顔動画で撮りますこうやって、はい、今日ファイナルですね。ファイナルです。はい、今日楽しんでいきましょう、二人で。はい、ダブルナナちゃん、ナナコちゃんです。はい、はい、じゃあ入りました。はい、トリプル、はい、ストレスとアンコール、イエーイイエーイ。皆さん撮ってますか？素晴らしい。なおちゃん OK ですか？はい、待ってて、 OK、 OK、 動画。じゃあさ、すいません、こっちでも。あ、もちろんです。はい、入んなよ。え、あれみんなご飯、あ、全然大丈夫。もう一回、はい、ダブルナナです。イエーイ、うちのご飯、うちのご飯、ありがとうございます。
ちのご飯になりました嬉しい、ありがとうございますうちのご飯いただきましたうちのご飯でうちのご飯でありがとうございますなんか乗せても大丈夫ですかありがとうございますはい、でこのお二人に一緒に写真撮りませんかって誘っていただいてこのお花の前に立ったらこんな感じですごい人が集まってきちゃってもうカメラもいっぱいでどこを見たらいいのか分からなくてでも私いろんなカメラを見てるつもりだったんですけどこの動画を見返したらなんか自分のカメラしか見てなくてもう本当にすみません次はちゃんともうカメラいろんなカメラ見れるように頑張りますなこさんお誕生日おめでとうはい、で公演前の映像ここまでですまた変顔していいですいいですかいいですお疲れ様でしたセンターの方でしょセンター延長線上でしたまたまた目が合ったで、あったまた ZEP も行くんですか ZEP 行きますまた1週間空いてサップとか変にしていいですか横浜とあれは行きたいな東京は行きたいな南波も行きたいけどあ雨降ってるんですけど撮ってる撮ってるかなこちゃん今日は撮ろうどうでしたか今日最高でしたね最高でしたね いつもより1曲プラスで1曲プラス、ね、よろしくはい踊りましたなこちゃんもなこちゃんも今日は最高今日最高、ね、またね新しいツアーもね始まったしね始まるみたいだしねはいねしっかり応援していこうぜイエーイ行こう、はい、川内でーすおいオッケそう最近ね、奈々子ちゃんいつも僕のやつあげてくれててありがとうございますあげてほしそうだから、そうでしょそう超奈々子ちゃんの近くに行けばまた YouTube で出ると思ってそうだってちーちゃんが今日 YouTube で踊らせ橋行ってみた動画あげてるって言ってたじゃないですか、うん、あれそれ私よねおめでとうございますありがとうございます俺も今日ね、市原チャーハンと大きい声で言ったんですけど聞こえました？いや聞こえない。マジでか。滑舌悪かったかな。全然くる。マジで。でも確かに誰かが言ってた。言ってた。俺結構そうなんだ。市原チャーハンって言ったからね。スルーされちゃった。でも結局市原チャーハンだったから。そう市原チャーハンだったけどね。うん、そう聞こえます。さっきの熊手さんが。ナコちゃんライブやらないのって言ってライブもし夜の差し入れで市原チャーハン持ってくよって来てくれたので本日いつか絶対にライブをやりたいと思いますはい、奥さんが出てるナコのママです奥さんですママです今回の人の声でちょっと怖いなっていうことがあってでもママとパパがすごい気づいてくれて大丈夫なのって心配してくれて帰りの電車も本当にギリギリのところまで一緒に帰ろうって言ってもう本当にありがたかったです でも電車に乗って帰りますママとパパと別れた後はまあ男性チャラめの、まあ、2、3人ぐらいに声かけられたぐらいで、まあ、特に何もなかったです今回のモアベタツアーは本当にたくさんの人にお世話になって本当に感謝の気持ちでいっぱいですありがとうございました次のジェプツアーも決まったのですごくライブも楽しみだし皆さんにまた会えるのも楽しみですでは今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います高評価とチャンネル登録お願いしますではまたどこかの会場でお会いしましょう最後まで見てくださってありがとうございました。バイバイ。